で、よろしいですか？はい、すいません。はい。ごめんね。話い来ちゃってえ。ごめんなさい。そしたら、その、まあ、そんな状況の中で、要は、その3人の人たちとも、まあ、触れたりしたけど、自分自身の、その、代目を挙げても、歓喜もなければ、喜びもなければ、から生活も一切改善せず、徐々に、まあ、悪くなっていくと。で、そうですね。まあ、トヨタドット TV 見ていきながら、先生は正しいんだけど、執行部がおかしくなったんだっていう点で、その、まあ、僕が言ってる主張と、だいぶそこのとこだけは大きく違うじゃないですか。違ってました。でも、なんでその、勇気出して、その、まあ、僕も最初長いメールね、見て、その、そうは言うても、なんとか、って見なきゃならない人だって思うっていう内容があったですよね。その決断に至ったっていうか、まあ、とりあえず会ってみようと。ただ、脱会するとか、招集に入るっていうのは、まあ、ほぼないですよ、みたいな感じだったよね。いいんだよ。それでも、まあ、そうですまあ、俺の方が押しかけたわけだけどね。それでも何でもいいから行きますよって言ったわけだけど、その、ね。ええ、ええ、会ってみるしかない、とりあえず会ってみるしかないって思ったのはどういう動機でした？崖っぷちだったんです。ああ、何でもいいから、わらわに、何か回答が知りたいと。そうです。もう自分の人生に絶望してました。もうこの10年で6回も怪我をしてますし、もう原因不明のなんか指の痛みとかもあって、もうこの先自分の人生どうなるんだろうって、仕事がもしできなくなったらどうしようとか。なんか偽本尊っていうことはなんか薄々は受け入れてきていたんです。もしそれが、全部の話が腑に落ちてたら、多分迷わずに、豊田さんにね、連絡をするまでもなく、お寺に行って、すぐに脱会して、召集の方に戻ってたと思うんですけど、やっぱり引っかかったのは先生のことがたので、先生のことと、やっぱりあと、まあ、日蓮は極悪っていう、もう学会の主張、もうその2点が、私の中でちょっと本当に混乱していて、で、偽本尊っていうことは受け入れられるんだけど、先生が間違ってるとか、日蓮常任外科が間違ってないとか、その辺がもう全く分からなかったので、その辺をクリアにしたいっていう気持ちでしたね。豊田さんに連絡もさせていただいたのは。で、まあ、私が出かけていきました。で、そしたら、まあ、どうせならお母さんも一緒に行こうということで、で、後で調べたら、約9時間ですね。9時間。場所を変えつつですよ。最初はね、ちゃんとした、公民、あの、会場を取ってもらって、公的な会場でお話しして、で、そこが閉まっちゃうからっつって場所を変えてファミレス行って、トータルで9時間でしたけども、ありがとうございいやいやいや、まあ、本来は今日は話だけっていう気持ちで僕もまあ行ったから、入会カードすら持ってかなかったんですよね。入会の書類すらね。今回はお話だけ。だけど、まあ、夜のあれ11時近かったですかね。過ぎてましたかね。まあ、いよいよ僕も最後、ぐーっと、さあどうするって感じで、まあ、詰めさせていただきましたけども、その時の、その、まあ、正直まだほら、池田先生に対する気持ちは、そんなにこう、綺麗にさっぱりなってるわけじゃないじゃないですか。そうですね。だけど、やっぱりもう、とりあえずお寺に行こうと、寛解しようっていうふうになった、その理由は何なんですかね。まあ、母の決断が潔 かった。そうですね。お母さんの方が先に決断しちゃいましたもんね。私はまあ、ここで反対してもっていう。で、まあ、偽本尊だろうなって思ってたので、
本当の正しいご本尊様をいただきたいっていう気持ちはもちろん第一にありまして。なるほど。はい。でも、私は、たとえ召集に戻っても、うん、池田先生のことはずっと信じ続けるし、ご指導も読んでいけばいいんだぐらいの気持ちでしたね。なるほど。じゃあ、ここでちょっと、キミングさん、聞きたいと思いますけども、